はいどうも、油揚げです。今回もオーリーのソロプレイを続けていきましょう。43日目くらいかな、42日目の夜からですけど、43日目からねスタートしていきたいと思います。まあ、今回はね、まあ、前回まで洞窟とか言ってたんですけど、まあ、ちょっと陸地の方のね拡張をしたいなというところと、まあ、あとまあ夏がまあ来るっちゃ来るので、まあ、夏に向けてねちょっといろいろアイテム集めをしたいと。であとこの葉っぱ肉をねグラス月光がね落としとったんでね、まあ、結構美味しいんですよね。ルアープラント、まあ、春だからルアープラント探しに行くという頭がなぜこの時になかったのかはあるんですけど、まあ、葉っぱ肉結構いいね、食材になるんで、今回も食材作ってますけど、必ずね、ゲットしておくとね、一番楽にゲットできると思うんでね、いいですね。で、今回何を探しに行きたいかっていうと、そのギアを持ってる敵をね、ちょっと見つけに行きたいなというのが一番あって、まあ、遠征ですね。おぉ、すごいすごいって感じですけど、遠征してます。で、まあ、砂漠の方にあるんじゃねえかなというので、この左下のあたりの、まあ、いつも見てるマップの左下の方に来てますね。で、まあ、ちょっと予想はしてたんですけど、こいつと出会っちゃいまして、まあ、こいつではね、出会っても、ハウンドとかで一緒に出るんですけど、まあ、きちんと歩行勢でね、走れば逃げ切ることができるんでね。で、ある程度行くと追いかけてこなくなります。この辺かな？なんか、ちょっと怒ったぞみたいな感じして、追いかけてこなくなるんで、これ逃げ切ると。で、この辺探してたんですけど、いるかなと思ったあたりには実は見つからなくてですね。ちょっと他のとこ探そうかなというふうになってます。ギアはね、地上で、だと、まあ、一定個数ぐらいしか集まらないので、なるべく早く集めておきたいなっていうのもちょっとあったんでね。で、まあ、しょうがないやって感じです。ただ、まあ、夏に向けて、サボテンをちょっと採取しながらのご帰宅になってます。ここにね、ワームホールあったんで、ワームホールでちょっと飛んでいきましょうと。ちょっとね、どうしても拠点中心になっててね、あんま広がりがなかったんで、これ探していくっていうのも今回の一個の目的になってます。それで飛んだ先が、まあ、いい感じのね、知らない土地に飛べてよかったなって感じなんですけど、まあ、実はここの近くに、まあ、ナイト系のね、ギア持ってる敵が実はいっぱいいましたっていう感じですね。で、こう、ね、右上に見えてますけどね。こんな感じでいました。で、これね、いいんだけど、まあ、ちょっとできればね、単品でいてほしかったら、これ3匹ぐらいいるところなんですね。でもギア的にはめちゃめちゃ集まるところなので、まあ、5個ぐらい期待値としては集まるところなんで、まあ、ちょっと夏のね、自動消火器とかに向けてもね、ちょっと集めておきたいなっていう感じですね。で、ただちょっと体力とか不安だったんで、まあ、夜になりそうだったからかな。これは近くで野宿すると。で、まあ、せっかくなんで、葉っぱ肉を使って、ご飯を食べていきましょうってことですね。葉っぱ肉は、大きく2つあって、まあ、1個が葉っぱ肉2つと蜂蜜2つで作れるやつですね。で、これね、お腹のスキドがめちゃめちゃ回復するんですよね。はい、これね。これ食べると、こんな感じね。めちゃめちゃ回復しましたね。なんで、まあ、かなり強力な食材です。で、もう1個が、この葉っぱ肉1個と、野菜とか3つで作れるやつです。これもかなり強力なやつですね。まあ、HP 以外の産地と、体力がかなり回復するやつです。きっと字幕で解説してます。で、なんとか1匹でいいから倒せねえかなと思ったんですけど、まあ、こんな感じでね、ちょっとうまいこと、僕キャラコンが相変わらずゴミなんで、はい。これ食べてますね。これも食べると、こんな感じで、もうお腹いっぱいって感じになってます。今回はかなりこれで助かりましたね。はい。で、なんとかしてあいつを、倒してえなと思ってるところなんですけど、まあ、結論から言うとですね、うまく倒せずに終わります。ちょっと夜になっちゃったってのと、あとね、キャラコンが相変わらずちょっとゴミでね。で、討伐しに来るにしてはね、ちょっと軽装備で来てしまったっていうのもあってね、ちょっと今回はちょっとやばいかもなということで、撤収をします。あんなにあった体力がいつの間にかこんなにみたいな感じでね。これなんか、ウォーリーのきついところに行くこととしてさ、ピエロギ連弾食いでさ、HP 回復するってことがちょっとできないんで、そこが結構きついなーってのが、この戦闘下手くそ民族からするとね、今回すごい感じましたね。はい。その辺の対策ちょっとね、今後遺跡のボスとかね、遺跡の方に行ったりすることも、まあ、できれば行きたいなと思ってるんで、その方に向けてね、ちょっと難しいところかなと思ってます。それでまあ、しょうがないんでご帰宅しましょうというところで、まあ途中でね、殺生の風景を見たりしてですね、帰ってきたところですね、これね、春は、ミツバチさんがね、こう、ちょっと凶暴化するんで、予報箱近くに置きすぎたのしくったなっていう一面ですね。豚さんが殴られておりました、ね。あと意外に、ね、畑にこう、いらん花を咲かせる奴らをバスバス取ってですね、畑の再構築に向けて、いろいろやっているっていうところですね、ほらね。はい、ちょっとライトの明かり系もね、ちょっと足りなくなってきてて、ちょっとやばいなって感じではあるんですけど、で、いや、寝ようと思ったらもう朝来ちゃってね。で、ここでね、ちょっと嫌な予感がね、しだしてて、
そう、ヘルメット作り直してたりするんだけど、春なので、カエル雨来るかもしんないから、ちょっとカエル雨対策しよっかなと思ってたんだけど、この辺でね、なんかね、ぺちゃん、ぺちゃんって音がすんの。で、池は近くにないから、あ、これ、降ってきてるかもって、この時思って、で、降ってきてると、もうまともに殴り合うのさすがにしんどすぎるんで、このトラップをね、ともかくね、あるだけ生産しようっていう風にね、今してます。で、これね、蜂が見えないでしょ？意外、あんま少ないじゃん。この画角のとこに。で、蜂がなんかいないなと思ったの。こう蜂が襲ってくるのも邪魔だなと思いながらさ、いつもいるとめっちゃ来るからさ、なんでこんないないんだろうと思ってたんだけど、これすぐね、結果が分かって、これまだね、まだ作ってるところ、ね。ちょっとね、これ、養蜂箱近くに置いたの、置きすぎたね、これね。ちょっと遠くにしたつもりだったんだけどさ。これ右上右上、そうそうそう。あのね、みんなね、カエルが蜂に群がっているっていう、このなんか実際ではなかなか起きない戦いがね、見られてますけどもね。まあね、あの、養蜂箱の蜂、まあ、ある程度対されても問題ないんだけど、ちょっとかわいそうだったなって感じだけど、まあ、蜂蜜がね、あえてちょっとゲットできたりするから、便利かなって感じなんですけど、やっぱ蜂とカエルのカエル飴ではね、蜂さん負けちゃうんで、このね、罠を使ってね、基本的にはって。でもその時は蜂が邪魔だったねっていう、あの話なんですけど、まあ、結論から言うと、この罠をね、ペコペコ置きながらぐるぐる歩き回ってました。あの、殴りでも、もちろん、あの、カエル倒せますけど、やっぱちょっとさすがにしんどいのでね、まあ、こんな感じでね、罠をいっぱい置いて、適度に誘導しながら、ぐるぐる回るという感じです。で、これ、カエル飴多分そうなんだけど、夕方になっても別に帰らないので、基本帰らないので、拠点をね、休むことがね、なくなっちゃうんで。で、まあ、でも、ただし、カエル飴は、まあ、わかる、当たり前なんですけど、こうすごい食材のね、カエルの足がめちゃめちゃ手に入るっていうポイントでもあるので、まあ、出てきたらね、ビビらずにね、このね、罠でね、仕留めていくのがいいかと思います。ただ、罠あの、カットグラスめっちゃ使うんで、そこだけしんどいとこかな。で、まあ、最終的にはね、こんな感じ、蜂蜜も、ちょっと蜂さん犠牲になりましたけど、ゲットできましたってことです。で、まあ、一応夜になるとね、蜂さん寝ますんで、こんな感じで寝ますね。それじゃあ、次のからまた進めていきたいと思います。アムラグでした。バイバイ。